にちは、オリエンタルラジオです。あ、間違えました。こんにちは、すいません、間違えました。皆さんこんにちは、オリエンタルマシンです。今日はですね、免許の更新に行きます。私今までずっと免許センターに行ってたんですけど、まあ、私の住んでるところから、私千葉県なんですけど、昔からある幕張と、あともう結構前にできましたけど流山と2箇所免許センターがあるんですけど、そのどちらかに行って即日交付まで、その1日で全部用事を終わらせるっていうやり方を今まではやってきました。やってきたんですけど、まあちょっと時間ができてきたっていうこともあるんですが、よく考えたら、まあ私幕張と流山だったら幕張の方が遠いですので流山に行くんですが、流山に行って流山の免許センターに行って、なかなか混んでますんでね、日曜日もやってるんですけど、日曜日はもう激混みなので、まあ、有給取ったりして平日に行ったりとかしてたんですけど、それでも結構混んでて、多分ですね、行って、まあ、適性検査とかやって、終わってその条件合格して、免許できるまでの間に講習を受けたりとかして、講習が終わって交付を受けて帰ってくるっていうので、まあ、行くまでに30分ぐらいかかるんで、これで往復で1時間で、そうですね、まあ、どんなに早くても1時間半ぐらい、その免許センターでの時間って1時間半じゃ無理かもしんないな。2時間、下手したら3時間ぐらい見とけば、まあ、間違いないかなっていう気はするんですけど、そんなような感じなので、まあ要は半日ぐらい時間を食ってしまう可能性があるわけなんです。なので、まあ、今までは何にもその1日で終わらせるのがいいと思ってたから、そういうふうにやってきたんですけど、まあ今日はですね、より近い警察署、松戸警察、私管轄が松戸警察なんですけど、松戸警察に行ってそこで申請してこようと思います。おそらく、申請して適性検査までやって、で今日は終わりだと思うんです。で戻ってきてっていうか、その今日終わる時に、その後日、免許の交付の日に講習、まあおかげさまで私今回有料講習、有料運転者講習なんですけど、その講習を受けまして、それで、免許証をもらってくるっていう、その、どれぐらい先、まあ、2週間先なのか3週間先なのか分かりませんけど、その時間、その時間を置いてもう一回その講習と取りに行くっていう日を、準備するわけですけれども、まあ松戸警察まで行くのに多分15分かかるかかかんないかぐらいだと思うので、これで往復30分で、今日は例えば申請までで30分、まあ1時間かかったとしても、合計で2時間ですから、そういう意味では免許センターに行って待ち時間の多い4時間を過ごすよりも、あ、ちょっと行ってこようっていう感じで行けるので、全然そっちの方がいいかなと。思いまして、免許センターに行くのをやめて、亀有だって、私元葛飾区民だったんで亀有警察って言っちゃいましたけど、松戸警察へ行ってきます。いいのは今もこれ譲りましたけど、手は挙げないけど、テレ屋さんだから手挙げることができないので、ハザードでお礼してましたね。シボレーのマークがついてます。
まあ、私あの車趣味なんですけど、あの車あんまり詳しくなくて、自分が興味を示す車しか全くあの興味を示さないので、あの今どういう車が流行ってるかとか、どういう車が売れてるのとか、新しい技術はこうなんだとか、そういうことってほとんど分かんないんですよ。でもそれでもまあ一応あの車趣味ですと、あの自他ともに認めるというか、周りの方もそう言って言ってくださるので、あの車趣味っていうことにしてますけど、で、次の交差点を左に曲がると、いよいよ今日の目的地の松戸警察です。これ今歩道橋を渡って、これ左側に今見えるのが松戸警察署ですね。これは歩行者を譲らないとまずいタイミングだな。空いてるといいんだけどな。空いてましたね、1台、ラッキー。よいしょ。あ、1台じゃないか。まだ何台か空いてる。よいしょ。到着しましたので行きたいと思います。太ったお巡りさんがこっち見てますが、それではちょっと行ってきます。失礼します。